YouTube を見てイベントに予約した方限定で ES フィードバックキャンペーンを実施しています難関企業を突破しやすくなる ES の書き方スカウトがもらいやすくなる ES の書き方を私が指導します参加には出会い場就活支援サービスの会員登録と出会いばマイページでのイベントの予約この2つが必要になります詳細は概要欄からご確認いただければと思います期間限定で定員になり次第終了させていただきますぜひこの機会にご参加くださいこんにちは 出会いま就活チャンネルの清水です。今日はですね、地方就活生の応援のメッセージということでお送りさせていただきます。今日はこんな仕立てなんですね。まずですね、地方の就活生は、 本当に就活は不利なのか特に地方で就職する分ではなくて東京に来て就職する大阪、まあ、大都市でする時には不利なのかそしてですね地方就活生が東京とか大阪のような大都市で就活するメリットは何なんですか逆にデメリットは何なのそして企業の評価は地方の学生さんに対してどのようになっているのかまず地方就活生は就活に不利なんでしょうか これ、中央就活生も実はいろんなのがあるんですね。もともとその地元の出身で、そして地元の大学で地元に出る人。まあ、ずっと地元の大学まで来たんだけど、地元以外のところで就職するパターン。まあ、それとですね、高校までは地元にいたんだけど、東京とかの大都会に来て、都市で就活する人。いわゆる U ターンする人。まあ、4パターンぐらいの学生さんがいるんだね。まあ、その中でですね、地方に今いる学生さんは就活が不利なのか。まず1つ目。 実際の内定率そして学生さんからの直接のヒアリング結果ということでお伝えしましょうまず内定率これはリクルートさんの調査の23卒の内定率の2月1日から7月1日までの内定率を見ました関東の内定率と関東関西中部それ以外の地域っていう形で分けてるんですねリクルートはですから関東名古屋と大阪を除いたそれ以外の地域はどうだったのかこんな状況やはり内定率の状況を見てもですね関東に比べると内定率はやや遅れてる特にですね3月1日4月1日5月1日までの内定の出るスピード スピードががが遅いいこ、まあ、こういう傾向があるこれがまず1つ目ですねそして実際に、まあ、地方で就活をした人が感じる点、まあ、特にこれ地元だけで就活した人てよりも東京とか大阪の大都市も意識した場合何を感じるのかまず交通費の負担これですね今オンラインでやれるようになったけど採集とかインターンまでおいでっていうのがあるから交通費の負担がかかってしまいますそしてもちろん時間的制約場所によって東京とか大阪の本社まで行くのに時間がかかるよね。 の社会になったからまあ、情報の格差は減ってきてるただ直接の学生同士のコミュニケーションでいうといや やっぱりですね都会の学生に比べると情報格差があると感じてるそしてやはり圧倒的にイベントやセミナーとかが少ない特に対面型のものを地元で味わうってことは東京の学生さんに比べると機会が少ないまあこれが不利だって感じる点なんだねじゃあ実際にですね地方の学生さんが東京で就活するメリットは何なのかこれは学生さんの声を集めてるんですね地元のネタが受けるへえー、君どこなのこれ結構ですね東京って街来ていただくとわかるんですけど東京生まれ東京育ちっていっぱいいるわけじゃないんですよ何お前どこどこなのってことですね地元のネタが結構受ける 東京は田舎からみんんな来てるんですよそして2つ目、ね、覚えてもらうあ君どこどこ出身なんだってことでね東京だったら当たり前だけどね何々県なの、えー、って覚えてもらいやすいそして3つ目向上心が高く地元にいるとね就活生もいやまだ早いんでまだまだやんなくていいんだよって方ところが東京に行くと、えー、あんなにこんなに動いてるんだっていう意味で言うと俺も頑張んなきゃいけないなって。 っていうね味っ言う,とそういうのまると意ろが来たのっていうとね例えば皆さんが地方から来てるんだからってことで親切に接してくれるこういうことがあるってことだねこれがメリット逆にデメリットって何なんすかねまあ費用がかかりますね交通費がとにかく高い皆さんが新幹線とか乗っちゃったらかなり高いですよねそして時間がかかるこれも大変2つのこの2大要素大きいよねそしてね田舎も扱いされるってこれ古い方からするとどことそこから来たのみたいなことでね 田舎も扱いいいにさたたってて経験ががある方が結構いたみたいですねそして体力を使うこれはですねもちろん移動にですね体力を使うとともにですねやっぱりスピードが違うんだよね皆さんが東京に来て電車に乗ってみんながいつもせせこましく動いてるのを見てなんか疲れちゃったな、まあ、そういう部分でいうと体力を必要以上に使う、まあ、こういう声がやっぱ多かったですねさあのの学生さんん評価っっってててどううななるんだろうって気になりますよね大学レベルについての、まあ、企業の人の認識そして学生の基質に対する認識について、まあ、お話しさせていただきますまず大学のレベルによっての認識 大体4パターンぐらいなんですね旧定大まあ、地方の国公立そして地方の主力次第そして地元の大学これに対してですねどのように思ってるかまあ、旧定大はですねこれ地域によって違うんですけどまあ東京の企業とか大阪のいわゆる大企業は旧定大総計って位置取りを取ってるんですね、まあ、そういう意味で言うとですねまあ、企業によって東大東工大一つ橋京都大学そして総計みたいなくくりをしててそれに旧定大っていうのを分けてるとこと旧定大総計を一括りにしてるとこ両方ありますけども、まあ そういううういいい意味で言うとややっっっぱぱり大てのは圧倒的に強い特にですねこれは北大なんかでいうと北海道ではですねもう負けなし北海道の地元企業とか北海道庁とか言ったら北大じゃないと偉くならないって言われこれは九州の旧大も同じ傾向があるんですよでもちろん東北大もそうああいうエリアに対してのです、ね、地方国立大学は東京の人間が思ってる東大の感覚と全然違うもう地方ではここの大学出たらすごいんだっていうふうになっちゃってるだから東京の地方のギャップが少しあるんだけどやっぱりどこの企業も旧帝大っていうのはまあ置いているじゃあ地方国立大学もともとで 地方国立大学のイメージっていうのはですね東京の経営者とか人事はどう思ってたかっていうと、ね、やっぱり地元就職する人が多いし公務員になるとか教職で進む人が多いっていうのをイメージで思ってるからまあ東京の会社来ないんじゃないの地元の比率高いよねって。 っていうふうに思われてるっていうのが地方国立大学のイメージなんですね。で、レベル感をどう捉えてるかっていうと、地方国立大学もですね、レベル差があるんですけど、昔はですね、こう、国立大学の中でも分かれて一気校二気校例えば、東大を落ちた人が二気校で言うとトップ、横浜国大。だから、横浜国大っていうのは、昔の人がするとレベルが高い。まあ、これは例えば、九大と熊本大学の関係と一緒なんですね。そういう感じの捉え方をしてるんですね。だから、地方国立大学の中でも、あ、ここはちょっと別格にレベルが高いな。これね、誤解を恐れずにとですね、偏差値っていうのを皆さんは意識すね生は清水さんね。 最近の偏差値はここでこうでこうなんですよって言うんだけど考えても見てごらんなさい企業の経営者がですね毎年偏差値なんかチェックしていません俺たちの時はこうだったってイメージを持って最近の偏差値情報に切り替わるのは10年ぐらいかかるっていうことなんだだからもちろん人事の若手の人たちはこうだよねって思い始めててもその上の判断する側は昔の意識から変わらないから少しずつ長期的には変わってくるにしても昔のイメージを持たれてるってことなんだねそういう意味で言うと地方国立大学っていうのはですね地方の中でもここはレベル高いよねって思ってるとこと、まあ、ここは地元が多いしまあちょっと まあそういうふうに思われて偏差値だけでいうと実は地方国立大学と G マーチでいうと G マーチの方が難しかったりするっていうのが偏差値上は出てくるんだけどやっぱり、まあ、人事の若い人たちはそういう認識だけど、まあ、地方国立ねっていう形で一、まあ、つ置いてるってとこあるよねそして地方の主力次第これはですねまあ昔でいうと例えば名古屋の南山とかねまあ関西のカンカン同律もそうですけど東北行ったら東北学院とかねまあそういうとこっていうのは地方のトップ大学だねっていう感じなんだけどでも偏差値で見るとまあ比較でいうとちょっと落ちちゃうから地元の主力 次第だだっって言って言も東京の企業からするとそんんななインパクトはないんだね地元だとあそこは私立トップだねっていうイメージを持つんだけど東京大阪の大手はそこまでの情報を持ってない、まあ、自分のとこで取った実績があるとあそこはこうだなってあるんだけど一般的にはそこまでにしかないでまして地方の大学に関して言うとです、ね、情報をほとんど持ってない、まあ、そういう意味で言うと多くの企業にとっては地方の大学って東京の G マーチニット5 0 0よりだいぶレベル低いじゃないのってそういう認識に持たれてるっていうのがレベル感なんだねさあででもですね実際にこここのとこオンライ 学生さんに出会えることによってて企業の捉え方も変わり始めてるこれ僕もですね毎年地方でイベントやっててやっぱ東京の学生さんと大きな違いを感じて大体こんな感じです。まず真面目で僕とつとしてるイベントやっててですね僕ら事務局で行っててもですね地方の人たちは積極的に手伝ってくれたりするんですね。これ手伝いましょうかとかこういうとこが真面目僕とこそしてですね地方の進学校はですね文武両道なんです。スポーツもやって勉強もできるっていうのがこれ当たり前東京は今ですね文武別道って言ってて有名な活躍してる人たちは体育だけやってる。そういう意味で言うと地方の方が文武両 道道だっていいう感じは強いそして礼儀正しいそしてやっぱりね「擦れてない東京だといろんな情報があって釣れすぎてる」「地方の方が釣れてないな」こういう風に感じる企業の方が増えてるんだねそういう意味でれ始とですねなぜかっていうと今まではオンラインとかで会う機会がなかったからどんなやつか分からなかったのがあってみたらこう意外といいんじゃねえのかって思い始めてる企業がやっぱり少しずつ増えてるそれはチャンスだってことなんだよ接点を持つことって意外といいじゃないかというふうに思われてきてる大都市部 ししづらいし地方の学生さん意外といいじゃないかできたら地方の学生さんでいい子がいたらね撮りたいなーって気持ちを持ってる東京とか大阪の大都市圏に来たいと思ってる子がいたら是非積極的に取りたいっていうのが企業の今や本音になりつつあるんだねーまあ、そういう意味ではですね地方にに積極的に出向く企業も今増えてきてきるそういう機会をですね大切にしてほしいと思ってるんです実は地方でイベントやってるんです北海道仙台もちろん東名阪でもやってますけど岡山広島天神 そして金沢そういうところにですね東京大阪の企業がわざわざ行くんです直接会いたいからもちろん地元の企業も参加されるんですよそして皆さんがですねいわゆる大都市圏で就活するんだったらグルディスは必須なんです大都市圏ではグルディスは常識グルディスを経験してフィードバックをもらって相対準備を分かってそして東京から採用優遇の高いところに会えるのはこの機会しかないそしてこんなスケジュールこの該当地域の方はぜひお申し込みをくださいもちろん東京大阪でもやってますから概要欄からお申し込みをいただければと思いますそして我々 皆さんにににお役に立ててるようにオープンチャットやってます皆さんの質問に答えてます。そして、グループディスカッションのオープンチャットで日本最大級、ぜひ概要欄からお申し込みください。今日の動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。一気に内定できるレベルまで実力アップしたいのであれば、効率よく対策することが不可欠です。ですので、出会い場では、グループディスカッションのレクチャーも含めて、最も効率よく実力を上げる無料の就職対策イベントを実施しています。興味がある方は、ぜひ参加してみてください。現在、全国から申し込みをいただいているので、人気のある日程は締め切らさせていただいている場合があります。なお、人事の方も参加するイベントは、 で締め切らさせてていいただいてます週に1回開催する見学会やグループディスカッション練習会は参加の上限はありませんまずそちらに参加してみてください概要欄にリンクを貼っています最後までご視聴ありがとうございました